今日お話を聞きます。尾崎投手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。育成出身の大卒3年目大関智久、サウスポーから繰り出される150キロのストレートを武器に今年開幕ローテーションを勝ち取ると、そのプロ初先発の舞台でなんと初勝利。さらに今月の初めには今シーズンチーム一番乗りにして自身初めての完封勝利、確実にステップアップしている24歳の若鷹です。開幕してからもう1ヶ月半、振り返ってみていかがでしょう。まあ、結構その結果としていい結果が出る試合が多いので順調には来てるかなと思うんですけど、その同じぐらい負ける試合もあるので、そこをこうなんとか勝ちを増やしていけるようにというか、負けないで勝てるようにっていう気持ちはちょっと強くなってきましたね。去年と今年で大関投手の中で一番変わったことってどんなことですか。何かがこう一番変わったっていうのはあんまりないんですけど、こう1年目からやってきたことが少しずつ形になってきて結果に表れてるかなっていう、やっぱり去年に比べたらいろいろ成長できてる部分はあるので、それが結果になったのかな。変化より成長、その信念が開幕ローテーションの一角になるまで上っていった秘訣、そして自分を見つめ一歩一歩進んできた証です。ピッチャーとしては特別何か突出したものがあるわけでもないと思いますし、その分考えてやるしかないと思っているので、試行錯誤を繰り返してっていう、こう自分の中で頭を使って成長していくっていうことはやっているかなっていう、まあ、そういうピッチャーかなと思いますね。はい、その分は他の人より頑張ってるのかなっていう感じがしますね。大関投手は反省点があったりとかっていうのは、はい、持って帰って結構考え込むタイプですか。いろいろ考えたりするんですけど、その失敗はあんまりこう深く掘り下げたりはせずに、こうすぐ明確にこれがダメだったなっていうのは、その周りの人の意見とかで明確になったりするので、まあ、失敗して次に生かすっていうのは常に頭の中にあるんで、成長につなげるというか、失敗して分かることがよくありますね。はい、失敗から学び確実に次につなげる、育成入団から2年、小さな成長は大きな進化につながり、開幕ローテーションをつかんだのです。そんな大関投手には大きな支えになるものがあります。ドラフト同期でいうと結構津森投手だったり柳町選手だったり大卒で活躍してるじゃないですか。刺激になったりします。刺激というか、やっぱり同期っていうのは仲間っていう、まあ、いいプレーとか出たら嬉しいですし、なんかそういう喜び合えるというか、そういう関係ですかね。で、助けてもらった時、プレーで助けてもらった時とか、つもりも柳町もよく助けてもらうんですけど、まあ、最高の形というか、嬉しいなと思う時ですかね、そういう時が。はい、同期の若鷹とともに大関投手は大きな飛躍を目指します。このペイペイドームで先発っていうのは今年まだないじゃないですか。はい、ペイペイドームで先発するときにどんなピッチングをしたいかっていうのを最後に教えてください。見に来てくださるファンの方もビジターの時よりも多いと思いますし、やらなきゃっていう気持ちはさらに強くなると思うんですけど、その期待だったりとか、そういうのにもしっかり応えられるようなピッチングをしたいですね。はい、最後にこんなことを聞いてみました。てかむちゃくちゃいい声ですね。今うちアナウンサーが不足してますんで、よければアナウンサー興味ないですか。あんまりあんまない。